登場。スタジオジブリより海の見える街ボッサノババージョンで弾いてみます。いろんな曲を弾くことで表現豊かに曲奏を理解して弾くこともできます。上達するためには日々先生もチャレンジしています。ミュージックスタート。上達法の一つです。みんなが大好きなスタジオジブリの曲アニソン手遊び歌、流行りのヒット曲、何でも楽しく弾くためには日頃の小さな積み重ね、習慣を大切にしましょうね。無理をしなくていいんです。好きなものには自然に力がつきます。焦らず慌てずのんびりと、隅っこ暮らしの住人のようにのんびりとマイペースで練習を楽しみましょう。隅っこ暮らし大好き先生でした。バイバーイ。